ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は間もなく発表されると噂されているサムスンの新型フラッグシップモデル Galaxy S9 の発表から発売までの予定、そして価格についてご紹介したいと思います。まず Galaxy S9 が発表される予定日としては2018年2月25日になります。そして予約については3月2日から、実際に発売されるのが3月16日からになります。ただし、これは海外での話です。日本では Galaxy S9 の発売日などは、ドコモや au といった各携帯キャリアがコントロールしています。ですので、日本での正式な発売日については、携帯キャリアから発表があるまでわかりません。最後に価格ですが、価格は約10万円となります。サムスンのフラッグシップモデルの中で、Galaxy Note シリーズについては割と価格は高かったんですが、この Galaxy S シリーズは比較的フラグシップの中では手頃な価格だったのが魅力ではあったんですが、今月末に発表される Galaxy S9 ではかなり高い価格が設定されています。携帯キャリアで購入する場合は実質負担額がいくらということになりますので、あまり製品本体の価格がいくらかということは気にならないかもしれませんが、一括で購入される方にとってはちょっと痛い出費になるかもしれません。日本で発売される Galaxy S9 には CPU は Snapdragon 845になります。先日の動画でもご紹介しましたが、このスナップドラゴン845はアンツツのベンチマークで27万点をマークするハイスペックな CPU です。ただし、そこまでのスペックが必要な方というのはほとんどいないと思います。ほとんどの方がスナップドラゴンの600番台で十分満足できるスペックを得ることができます。今回発表される Galaxy S9 はデザインも昨年の Galaxy S8 からほとんど変わっていないため、あえて10万円を出してオーバースペックな端末を買うよりは、OPPO の R11S といったコストパフォーマンスの高い端末を購入するというのもいいかもしれません。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。